リンク遅い。ねえねえ、今放送聞いた？ああ、前にライブ映像のこと放送してくれた放送部員の子が今回もやってくれたのよね。学内にポスターやフライヤーも掲出していただいたので、学園の皆さんにはお知らせすることができたかと。学外のイベントなのにありがたいよね。あとはどれだけお客さんを呼べるかだけど。そういや、ムニ、あんた確か考えがあるとか言ってたけど。仕込みは終わってるわ。結果はどうなるかわかんないけど。へえ、一体何を。いや、いっか。この1ヶ月みんなやることは全部やったからね。だから今は最後の練習に集中しよう。みんな準備はいい？オッケー。リンク、そろそろ出ないと間に合わないよ。ごめん、あとおにぎり1個だけ。また食べてる。ほどほどにしなさいよ。お客さんは？まだ入場中。さっき見た感じだとうちの学校の生徒はかなり来てくれてるみたいだけど。お待たせ、行こう。お客さんは、はあ、すごい。後ろの方までいっぱい、満員、超満員です。わお、すごい数の人。告知手伝おうかと思ってたけど必要なかったね。余計なことしなくてよかった。これならルーキータイムいけるんじゃない？よかったね、京子、しのぶ。なんで私が。しのぶもオーディションの結果に憤ってたろ。ハピアラが負けるのなんておかしいって。楽しみだな、D4 フェス。超満員ってことは2000人超えた。やったー、なんということでしょう。うん、うまくいったみたい。これ D4 フェスの公式デグッタ。え、私たちのライブを紹介してくれてる。メインステージのオーディションでは惜しくも落選したものの、観客の記憶に残るプレイをしたハッピーアラウンドの最新ライブが明日公演ホールにて開催される、そう書いてあります。あのライブの時の映像まで。学外で一番来てくれそうなのあの時のお客さんだったから。告知するなら D4 フェスの公式が一番だと思ってフライヤー送ってお願いしといたな。ダメ元だったけどね。おお、ムニ、あんたすごいよ。ムニさん、さすがです。私そんなこと思いつきもしませんでした。別に告知されても来てくれるかはお客さん次第だったし、結果あの時のライブが良かったってだけじゃない？言ったでしょ、最高のパフォーマンスだったって。私のメガネに曇りはないのよ。ムニちゃん大好き。ちょっとヘアメイクが乱れる。リンク、話してってば。これであとは心置きなくライブするだけ。全力でやりきろう。ちょっと、全力って言ってもまた突っ走っちゃダメよ。手取り前回と同じなんだから。わかってるって。はい。あ、レイはあの語りやんなきゃダメよ。受けよかったんだから。え、いえ、あの時は必死でやっただけで、今やったら
恥ずかしくてできません。却下。レイちゃん、一緒にやろう。それなら、なんとかさあ、行こう。ですさあみんな、最後まで盛り上がっていっ